皆様こんにちは。こんにちは。今日朝早くからお集まりいただきありがとうございます。それでは聖火音楽祭2018年夏音街角音楽会をこれから始めさせていただきます。今日一日この聖火高校を舞台に音楽を知り楽しみ、そして何よりも皆様には音楽を通じてたくさんの方々とつながっていっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日総合司会を務めさせていただきます。私は音楽科6期生卒業の根岸かなえと申します。よろしくお願いいたします。それでは聖火音楽祭プロジェクト E 全国大会への道、丸茂真先生による講座を開演させていただきます。さてここにお集まりの皆様は何らかの形で吹奏楽に関わりのある方々だと思います。お子様が吹奏楽部に所属をされていたり、また実際演奏をされたり指導されたりという方々がほとんどだと思います。今日はそんな吹奏楽の魅力、体験談、指導上のコツなどを埼玉市立岸中学校の吹奏楽指導され指揮者として全国大会に導きされて、その卓越のすごいですと目標とした技術の提供に丸茂真先生をお願いしていただきます。では早速ですが、本校の、サックスの講師を務めております加藤聡と申します。今日はこの改正が、で行われる聖火音楽祭の、1個目の公演として、また務めさせていただきます。この公演を、開催するに先立ちまして、いろんな、企画だったりも、相談を受ける中で、僕も関わらせていただいている中でこの人ぜひ皆さんに知っていただきたい、関わってもらいたいということで、わざわざ、埼玉から、山梨にお越しいただきました。改めて紹介させていただきます。丸茂真先生です。この度は、ご礼にくださいますって感じです。ありがとうございます。ちゃんとしたことができるかわかりませんが、僕がやってきたことをこうさらけ出してやってみようかなと思いますので、ぜひ1時間よろしくお願いいたします。今お招きいただきましてって あのおっしゃってくれたんですけど、実はあの打ち合わせもそうですし、2日前から今日の一番最後にやる YWP の公演と100人の吹奏楽の公演があるんですが、そこで、指揮を振っていただく関係でリハーサルをするために2日前に入っていただいたんですが、はい、もうその時からずっと言われるんですよ。今回は加藤先生に騙された。日程だけね、そうですね、はい、先に伝えて、で8月25日先生入ってますね、入ってます、じゃあ開けといてくださいっていうところから始まったんですが、もうそもそもこういうふうに関わらせていただくようになったのが去年。そうですね、去年ですね、はい、埼玉県、はい、僕がやってる埼玉市の岸中というところで、サックスの講師として加藤先生に来ていただいて、そのご縁で、はい、そこから仲良くずっとさせていただいてますので、はいはい、去年その岸中学校が、全国大会に、出場して銀賞を受賞されたんですけれども、はい、それにも多く関わらせていただいて、ありがとうございます。こちらこそです。本番にもついていて、名古屋で見て、はい、楽しい、思い出になりました。でそもそも、じゃあこう早速こう内容というか、はいはい、お話を伺っていただきたいんですけども、先生がこう、ホルン奏者も務めながら、はい、吹奏楽の世界、はい、指導者としてもう関わられるようなきっかけみたいなのがあるんですか？はいはい、そうですね、ずっと大学を卒業してから、ホルン奏者としてずっとやってきたんですけれども、教えっていうんですか、こういう指導するってことはほとんどやってなかったんですね。で、ある時僕の大学の後輩から、電話かかってきました。ホルンの後輩からかかってきて、先輩ちょっと助けてくださいって電話かかってたんですね。じゃあどうしたのって聞いたら、そ
そいつが、まあ、埼玉市で、まあ、岸中というところで、学校の先生を、まあ、してたんですけれども、ちょうど採用された 教員として採用された年に交通事故を起こしてしまって、こう人を跳ねてしまって、それが何ていうんですか、生々しい話で、ね、申し訳ないんですけど、こう執行猶予とかついちゃったら、実刑になっちゃったら、なんか教員免許で剥奪されちゃうそうなんです。でそれにならないように、じゃあ助けてって言って僕ができることないんですけれども、まあ、そいつにとってなんかこう、そいつがブラバンを持ってたので、なんかそうブラックスバンドがちょっとでもなんていうんですか、こう成績が出ればなんか彼の足しになるんじゃないかなと思って始めたのが、まあ、キッシュとの関わりっていうか、まあ、指導するのが初めですね。うん、そんなところから、なるほど、はい、始まったんです。結構センセーショナルな。いや、大台なんですけど、ね、朝から。すみません。でそれが大体何年前？それがそうですね、2005年かな。17年前。はい。で大体そのぐらいから。そうです。そこからずっと、まあ、コンスタントに行くようになりました。はい、で先生がこう初めからピタッと来られて、こう指導されたんですか？いえ、最初はその彼、後輩が指揮を振って、まあ、横からまだこうやって言いながら、まあ、っていう指導のスタイルですね。うん、まあ、ずっとそのようなスタイルを作ってきています。はい、じゃあずっとその先生と一緒にやってきたという感じですか？そうです。結局その後輩がそのあまり裁判がうまくいかなくて、刑が出てしまったので、教員免許がなくなってしまって、学校の先生を辞めることになってしまったんですね。まあ、その後に、次に赴任されてきた先生方にも、まあ、要求くださって、そこからずっと継続的に同じようなスタイルでやってきました。はい、なんかすごい縁でどこにあるか分からないですね。どんなきっかけで。それがなんかだったらね、こう教えるってことも僕も多分しなかったと思うので、はい、不思議なことだと思いますね。はい、で先生はこう、まあ、埼玉県で、はい、教えられているのが、こう大体多いんですか？そうですね、埼玉県。当時はもう岸中と、まあ、ホルンパートはあちこち行ったりとかして、でまあ、去年全国大会が終わってしまって、終わった後に、まあ、岸中との契約が全て終わってしまったので、まあ、今年からあちこち、いろんな学校さんと関わらせていただくことが多くなりましたね。うん、結構楽しいですね。へぇー。はい、なんか旅仕事みたいな感じですね。はい、楽しくやらさせていただきます。はい、まあ、山梨ももちろん、あの吹奏楽部も盛んにやってる学校多いですけれども、なんかこう埼玉県独特のというか、なんかこうどういうシステムに、うん、なってるんですか？大会とか吹奏楽とか。ああ、そうですね。大きく分けて、まあ、山梨県もまあ大体そうだと思うんですけれども、地区大会から始まって県大会、まあ、こちらにちょっと書いてみたんですが、これは埼玉県の、場合ですね。地区大会、岸中っていうところは南部に当たって、南の方に当たってが、まあ、地区大会で25校分の、まあ、4校が県大会に進めます。ちょっとかっこつけてパーセント計算していただいて、県大会がこれこちら総数ですね、3学校じゃないです、総数、県の総数ですね、111校中の9校が西関東大会に行ける。でその先ですね、西関東大会っていうのは、くくりがありまして、こちら山梨県と埼玉県と群馬県、なぜか新潟県というのが、4校ですね、4校して、4県がまとまって、この総数、191校分の3校、たった3校が全国大会に行けるということですね。こちらも全国の総数ですね。全国参加団体が2833校分の全国大会に出場する学校が30校。で、これ 1% でこちらの数字なんですけど、ちょっと調子に乗って調べたんですが、この間僕のやった甲子園、高校野球ですね、高校野球全国の大会のコース参加団体が4007校分の56校ですね、今年、まあ、1.4%、 こっち 1%、 甲子園出るのより難しい。ちょっとだけちょっと難しいですね。すごいですね。このような大会になってます、厳しいですね、本当に。はい、山梨っていうのはどうですか？いきなり地区大会とかっていうのは。いや実はですね、山梨県はその地区大会っていうのがないんで、うん、あ、そうですか、ね、まあ、
が少ないのか、うん、まあ、あの運営が大変なのかわかんないですけど、うん、地区大会っていうのがなくていきなり県大会とか、あ、そういうことか、いきなり最初から県大会、そうですね、だから何日間かに分けて、うん、県大会を行って、でいきなり西関東大会に出る、なんかあれですね、山梨シードみたいな一つの大会ですね、そうですね、はい、そう、ただ、まあ、西関東大会、まあ、僕も吹奏楽なんか関わっていただくと、うん、あの埼玉県っていうのがめちゃめちゃ強いですね、もう山梨県も頑張って西関東出るんですけど、金賞を取るっていうのはなかなかちょっと難しいですね、あの中学校だと、全国大会に出てる学校とか、はいはい、近年まであったんですけど、なかなか高校とか難しい、そうですね、埼玉県はやっぱり強い、私立がね、こう高校野球と一緒で上手な子を集めてね、うん、部員さんとか250人とかいるんですよ、その中でたった50人しか出てないから、それのと戦うというのはなかなかね、難しいことなんです、はい、山梨県だと250人いない学校も部活より小さい学校そうですね、いやでもそういう狭き門を通って、うん、この全国大会っていう 1% の、はい、それをご指導されてきたということですね、でもご指導される中で、はい、ちょっとさっきの先生との関わりとか、はいはい、大人の関わりっていうのも、うん、もちろんあるんですけど、この外部として関わって、はいはい、ということですね、そうですね、一番長く付き合わせていただいた女性の先生で星野先生という方がいらっしゃるんですけれども、最初にお会いした時はやっぱり外部が何ていうんですか、その学校現場に入ってこう生徒を指導するっていうことで最初反対なさったんですね、だからそれ全然必要ないですって私たちで教員がやりますってことで、うん、最初はそういう感じだったんですけども、こうやらせていく中で、僕の方もやっぱり学校の先生だから、まあ、うまくできないだろうっていうちょっと鷹をくぐっていた部分がありまして、こうやっていくとその本当に素晴らしい先生で、もう人としてその本当に尊敬できましたし、何せこう生徒とこう接しているお姿っていうんですか、すごいそれが勉強になりまして、まあ、星野先生の方も僕の欲しいとかの音楽的な指導とかにこう共感してくださって、こうやっていく中で、まあ、2年目3年目ぐらいからこう一緒にこう本当にあうんの呼吸ぐらいでできるようになって、本当にありがたいさせてしていただきましたね、はい、もう僕もう学校の先生なら一番尊敬できる先生が今なかなかやっぱりそういう関係性を築けるっていうのも、うん、もちろん学校と講師としてもそうですし、うん、人と人としても、うん、その何ですか、あうんの呼吸まで行くっていうのは、そうですね、はい、難しいですね、そうですね、そういう出会いがあって、うん、まあ、全国大会にもつながったっていうような感じなんですよね、はい、その星野先生が本当に素晴らしかったところは、一度ワーグナーの作品を、コンクールに取り上げたことがございまして、その先生は今度ワグナーやりたいんですけどって言ったら、私ワグナーは分かんないですって言ってたんですよ。で、僕はそれから譜面を買って編曲しようかなと思って池袋のヤマハに行ったんですよ、うん、そしたらすげえ見たことある人がなんかこんなにスコアを書かれてたんですよ先生が、小僧先生がいらっしゃってワグナー分からないからとりあえず何かしないとと思って、こんなにワグナーのスコアを書かれてらっしゃって、しかも全然違う曲なんですよ先生違います、戻してくださいこれはなんかこれです、これです。それぐらいなんかお気持ちがわからないから勉強しないと、それが子供に直接つながるからっていうことをおっしゃってて、もう本当に勉強熱心な方で、まあ、一緒にやってくださいました。あ、超尊敬。いや絶対僕だってやらないから。やらない。そんなことないと思うんですけど、の今日聞いてらっしゃる方の中にも、こう吹奏楽の関係者先生だったりもいらっしゃると思いますし、そこに。まあ、子供さんを預けている保護者の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱこの、野球もそうです、まあ、サッカーとかスポーツもそうですけど、このご理解と支援がないと、やっぱりどんなに熱意を持って指導するつもりがあっても、ちょっと難しいんですが、はい、ここ、保護者会とか、そういったものとかは、必修学校のときにあったりしたんですか、はい、そうですね、保護者さんの代表で取りまとめてくださってましたね。やっぱりこう人数が多い部活なので、どうしても、ね、受験とかがありますので、まあ、その何時までやってんだよとか苦情があったりとか、まあ、子ども同士の揉め事などがやはりありますね。それを保護者の方、顧問の先生含め僕の耳にはなるべく入れないようにしてくださって、僕はこっちに音楽に集中する
をしていただきました。はい、もうそれぞれのこう役割が充実して、そうですね、はいはい、皆さん、はい、チームで一つのチームなので、はい、やっていただきました。なんかお話あの伺っていく中で、あのいいインタビューをちょっとね、このお話の前にさせてもらったんですけど、はい、飲み会とかがなんか、あ、そうなんです、保護者の方と、はい、飲み会して、いいですね、それ。やってみるのちょっと前にこう、ちょっと、まあ、あのやって、こういう感じでいきましょうね、頑張りましょうっていうのを、はい、やってやりますね。そうですね、やっぱり子供を学校に行かせて、でもちろん、頑張ってると思うんですけど、子供からだけの話じゃなくて、はい、こう顔を見て、はいはい、お酒を交わしながら、なんかどういう人に指導してもらってるのかとか、どういう普段があるのかっていう、新しいところを聞けるのも、なんか安心されたり、はい、応援したいっていうのがあるんですよね。そうですね、合わないようにね、会った方がいいとかね、顔が見えるんで ね。僕はやっぱり指導させてもらってる経験の中で、なかなかやっぱ保護者の方なんですけど、そうですね、吹奏楽の保護者会と一緒に飲み会をするとか、なかなかないですか、ね、ないで、それもやっぱりちょっと、なんですかね、結果につながる要因なのかなと思っちゃうんですけど、ね、はい、はい、なんかこう、いろいろ、まあ、先生の吹奏楽に関わるスタンスを今、伺ってきたんですけど、はい、やっぱりこう、今日タイトルですね、全国大会の道っていうところもありまして、僕が考えたじゃないですかね、多分、もう、はい、言ってだけ押さえてもらいました。やっぱり内容もやっぱりその環境が整うっていうのが大事だと思うんですけど、はい、そこをやっぱり掘り下げて、はい、音楽的なアプローチだったり吹奏楽っていうものを高めていくためには専門的な内容というのが必要になってくると思うんですけど、はい、まずその吹奏楽を組織するじゃないですけど、はい、こう計画を立てたりとかそういうのは何か具体的にあるんですか。そうですね、そちらにあの貼っていただいたんですけれども、大体、そっち書いてあっていいですか。大体年間を3つに分けて、組んでます。大体このコンクールの今の時期、もう少し先の時期から、まあ、新しい新体制になっていくわけです。まあ、この辺ですね。この辺から、これが一つ目で、ここが二つ目で、最後三つ目、年間を三つに分けて最初を新体制からまずこっちで、ここでちょっと重要になっているのが、まあ、なぜ初心者ばっかりですので、まず一番大事にしてきたことは、この必ず譜面に書いてあることは必ずできるんです。これなんかほっとくと勝手にすらつけちゃったりとか、なんかありますよね、子供ね、なんかすげえ、音程はこの辺はあまり気にしません、なんか音量も適当に出ちゃったり、なぜ譜面に書いたことは必ず表現できる、と1番目やっております。で、2番目、ここで本番があります。で、ここでもまだ本番があるんですが、これを活かして、まあ、2番目、コンクールを見越した、トレーニング曲というのを取り組みました。これが編集です。まあ、大体有名どころで皆さんご存知の春の妖艶とかアルメニアの道とか、大体そういうリードの作品というのは、あのいろんな何ですか、速いとこもあったりゆっくりとこもあったり、いろんなとこが入ってますので、まあ、こういうトレーニングが最適かなと思って、あんまりここで強度が高いものをやるとまだ双方に乱れが出てきたりするので、少し差し目というんですか、王道の曲をやるようにします。なんかこう今リードっていう話を、はい、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですが、吹奏楽の世界ではもう素晴らしいオリジナル作品もたくさん書いている作曲家なんですけど、リード以外にもっとその何ですか、取り組むといいかなとか、先生が取り組んでこられても具体的に曲とか曲ですか、そうですか、あとはもうポップスとかですよね、まあ、みんなよく知ってるあのニューサウンズインブラスとか、そのヤマハで出てるポップスとか、まあ、吹きやすい、みんな知ってるような曲を練習していくっていうのもまた面白いかもしれない。あまり難しいことは先生に、はい、楽しんでいるところを、そうです、曲を使ってやっていく。まあ、でも最後の総仕上げ、まあ、コンクールに向けてなんですけれども、
番僕が大事にしていたのは、その最初にこう音楽を作ってしまうということですね。合奏で木読みをさせて、合奏をさして、音楽、大体こういう音楽でいこうねっていうのを作ってから、細かく細かくこうで進んでいくっていう。これを逆にすると、なんかこう目標というか、こうゆっくりからやると、何のためにやってるんだろうって分からなくなってしまう時があるので、まず目標、こういう音楽でやります。じゃあ細かくやっていきましょうということで進めていきます。で、まあ最後に、ただこう細かく細かく練習していくと音程だ、縦だとかいろいろな問題が出てくるんですが、まあ、絶対忘れないようにしてるのが、いつも音楽を前面に、何をするにも音楽を表現するっていうことを一番大事に取り組んでいきます。はい、どうだったんですか？いい、この流れで、はい、これ、年間計画表を指導するときに立ててやらせるって、まあ、書いてはいないですけど、頭の中でなんとなく流れで、今回はかけてもらえたら大変です。いやいいですよ、そういう大人の事情は。いやいや、でもあのこれ お話も聞いてて面白かったのが、クラシックの音楽、クラシック音楽の勉強会って4月の頭に書かれてあるんですね、はいはい、これちょっとお話聞いてすごい面白かったんですけど、はい、具体的にそうですね、いつもコンクールの曲で、まあ、リヒャルト・ストラウスの曲を取り組んでいたんですけれども、まあ僕はドイツに留学してたので、まあ、そこの僕の力がというか学んできたことがこう最大限に活かせるのがドイツの曲だとすれば、まあ、ブラバンにしやすいのがまあリヒャルト・ストラウスかなと思って、その前のこうベートーベンとか絶対無理じゃないですかね。まあロマン派後期のリヒャルト・ストラウスってことで、やっぱりその音楽をやるには、まあ、マニアックに言いますとこう、まあ、バロック古典からロマン派への流れをやっぱり少し勉強しない と、音の出し方とかいうのは説明しにくいんですよ、合奏してて、うん、例えば最初にバッハ聴かせて、バッハこんな感じで感染しかないねとか、で、この合奏なら古典だったら合奏になるよ、モーツァルト聴かせて、こんな美しいでしょ、で、例えばホルンのハモリとかで、こういうハモってるよねと、でそれを踏襲しているのがロマン派の後期のリヒャルト・ストラウスなので、なんか全然違う部分に見えるけど、中には全くそのバロックや古典の、解釈っていうのが入っている、ここに譜面見てごらんという説明につながる、そんなに難しくはやりませんけれども、まあ、ニャックに言わせて、なんとなく分かりやすい言葉で説明してやってます。そうですね、なんか話だけ聞くと、もう音楽大学の講義みたいなね、音楽史を勉強するんですよ、中学生がみたいな、なんか割と笑いが取れてるとか、そうですね、うっすらとか、なんかみんな知ってる曲を使いながら、だんだん自分も説明して、そういうのを土台にして、やっぱりその、なんですか、コンクールで金賞取ろうとか、うん、そういったことではなくて、音楽を大切にして、うん、そうですね、いくってスタンスを年間通して、はい、できるものを高めていく。やっぱりこう何年も何年も残ってきた曲っていうのはやっぱりそれなりの理由があると思うんですね。自然淘汰されずに生き残ってきた素晴らしい作品だからこそ今に伝わってるわけなので、まあ、それに取り組むっていうこともまず幸せっていうか、例えばその彫刻とかだったら触れないじゃないですか、文化財で、僕らはこの譜面としてこう生で触れる、ね、文化財に触れるわけなので、すごいありがたい。その辺の日本人の作曲家やるよりはよく、ね、流行ってるね。だ絶対こういうね、昔からある一曲をみんなに生徒に触れてほしいなと思って。小学の段階で中学生とかの時期にそういったクラシック音楽だったりとか、はい、っていうのに触れられる機会、はい、まあ、なかなかないかもしれないですね。そうですね、授業でしかないですね。じゃあ、まあ、こういう年間計画、はい、そうです。で、まあ、吹奏楽組織とかで、具体的になんかこうプレイヤーの方とか、まあ、先生もいらっしゃると思うので、うん、計画にプラスして各楽器の、うん、なんかこうこういうのを使った方がいいよとか、ね、こういう情報が結構、はい、あの危険な、はいはい、そういうのなんかちょっと感触があればと思います。はい、まあ、これは加藤先生がいらっしゃるので説明していただけたら、このプリントが、皆様ご存知でしょうけれども、なんか、まあ、全体を指導する中で、気をつけなきゃいけないなというポイントをちょっと挙げてみました。例えばフルートなんですけれども、見た目よりは本当に息を使う。金管楽器で言えば中華とかトロンボードはユーフォニウムぐら
りそれとは息を使う、実際に息を本当にたくさん使うっていうことですね。で、新入生をフルートに当てるときに気をつけてたのが、こう縁の上にですね、ここに突起があると思うんです。これは大きい子っていうのは、すごい突起がありますよね。これが大きい子っていうのはやっぱこうアプローチを作ってプーって息を出した時にどうしても左右に分かれてしまうんですよ。どっちかに分かれてしまう。これを音を出すために無意識にどっちか閉じてる、こうやってこうやってこうですか、どっちか。なのでこう見た目でこう曲がってたりするんですよ。それをこう曲がってるよってこう直すと、こっちにしか息が出ないのに歌口をこっちに戻すと全然息が入っているので、その子が どこから息が出ているのかなっていうのを確認していただいて、その方向にこう歌口を合わせていただくっていうのがこうまず気をつけているというところですね。はい、やりたいからといってやらせてあげるじゃなくて、うん、そうですね、先生側としては多少はそうですね、ちょっと悩むかなとかっていうところも含めて、あまりにもひどい時はちょっと応援ねって言って感じにしてますね。はい、あと応援なんですけども、うちの僕の妻が東京フィルハーモニーで応援を吹いてるんですね。そこから聞いてきたんですけど、で実は今日お母様とおじいちゃんとおばあちゃんがわざわざ群馬から聞きに来ていて、その妻が言うには、なぜこうリードと調整、楽器の調整命、楽器なんか木がとても多いので、大変なんですよね。そうです。それでもあとはセンス。センス、それを最も心得るだって大事ですね、やる気とかですね。そうですね。あと、まあ、クラリネットは、これが一番他の楽器として違うのは、アンプシャーを作ってから音を出す。キープして、その出す音、ほら金管とかって絶対作らないんですよね。リラックスしておいてって言うんですが、クラリネットだけはキープしておいて、サックスとかでどうですか？サックスは割とリラックスしてですね、息が漏れないように閉じておくぐらいのイメージですけど、ここまではグループやってるわけではない。そうですね、逆に音が硬くなってしまうので、クラリネットとはやっぱりですね。あ、そうですか。で、まあ仕掛けはなんとなくこう、お世話の先生が言い出して、バスクラリネットなんですけれども、この辺から加藤先生に丸投げしていいですか？ええ。バスクラはこう長い分、まっすぐに立てちゃうと、クラリネットというのはこう斜めに構えなければいけないので、こう立てるとこうサックスの状態でこうだんだんこうマウスピースの角度が上がってきてしまうんですよ。で直角ではなく、少し椅子の中にこう引き入れるようにして、斜めに加えさせると、音が少しこう上がってくると。その角度をまず気をつけてあげて。持った時は角度が結構大事ですね。大きいですね。そうですね。あの、軍畜なんですけど、このクラリネット、バスクラリネットって、あの作った人が違うんですね。バスクラリネットって、実はあのサックスっていうのは、アドルフ・サックスっていう人の名前を取ってサックスフォーン、サックスさんの楽器っていうことでサックスフォーンなんですけど、このバスクラリネットって、ね、サックスさんが作った楽器なんですけど。そうなんですよ。そうなんですよ。なんで、その角度的な問題とか、法律みたいなものが、もしかしたら、なるほど。あれ違うかな。アンブッシャーまで気にして作ってないのかもしれない。かもしれない。確か、そんな、うん。なんか急に自信がなくなった。確か、そうですよね。はい、うん。サックスの方はどうですか？サックスはですね、もうとにかく気をつけてほしいのが、ストラップがですね、だんだんこう下がってくるんですね。で、わかんないですけど、そのものですね、多分そのストラップ自体の性能があまり良くなって、だん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 こう楽器も重いから首から吊る作業になって、こうだんだんだん落ちて、そうするとこういう状態になって吹いてる子結構多いんですね。こうするともう首も痛めるし、音も良くなくなるしっていうので、よくストラップをとにかくしっかりと上げなさいっていうことは言います。これだけでもかなり吹きやすさも変わるし、まあ、体への負担も変わるので、そういったところを気をつけてしてます。まあ、あと仕掛け
系をこうちょっと書いてるんですけど、まあ、割とオーソドックスなところとセルフとバンドとかっていうメジャーなところのこういう番数を使って、っていう感じですね。仕掛けっていうのはやっぱりこう専門的に専門家が当てがないとやっぱり難しいですよね、この辺はね。そうですね。そう、崖さんがいいからいいからって買ってもほとんど失敗、もう何度も失敗するから、僕は専門の先生に選んで、そうですね、どういうのがいいかなっていうのが。そうですね。これもちょっとプレイヤー話で、はい、あれ脱線しちゃうんですけど、マウスピースっていう仕掛けが大体管楽器についてるんですね。まあ、オーボエとかは、うん、パゴとかダブルリードリードですけど、他の時ほとんどマウスピース、金管もマウスピース、木管もマウスピースですけど、大体マウスピースの墓場みたいなのを家の中にありますね。ありますね、はい。うちのも40個ぐらいやっぱり、ね、そのぐらい、なああでもない、こうでもないって言って、買っちゃうんですよね。そうですね。で、その経験から、あ、君にはこういうのがいいよとか、あのパターンもね、いろいろあると思うので、さっきの話に戻りますけど、あのぜひ専門家にそういう音が良くないとか、あの困っているという時には聞くと、そうですね、実はそのオーソドックスじゃないところでの回避策みたいなのを言ってもらえたりするかもしれない。すいません、脱線しました。いい金管はどうですか？そうですね、まあ、ちょっと大きい楽器の方から説明しますと、チューバ、ユーフォ、トロンボーンっていうのは、やっぱり口が全部こうマウスピースが覆いかぶさるので、そこまでアンボシア的にこう問題が起こりにくいんですね。口が振動するためにやっぱ口と上唇と下唇を接しないと音が出ませんので、大きいマウスピースは絶対って閉じますので。でも難しいのはやっぱりちっちゃいマウスピースのトランペットホルンになるんですが、まあ、いろんな考えがありますが、口があって1個だけ上唇は絶対にマウスピースが出てはならない。これはあの教える先生本当に気をつけてください。上唇は絶対にマウスピースが出る、下唇が 出たり出なかったりっていうのは、まあ、いろんな考え方があるので、どちらでも音が出ればどちらでもいいと思います。で、この高さですね、この高さ、上唇と下唇の高さっていうのは年齢関係なく大きい小さいというのは、高い低いというのは個人差があるんですね。なので、ちっちゃいイコール初心者、大きいイコール上級者ではなくて、それぞれ人に合ったサイズがあります。で、そこに書いたのがまずトランペットですね。数字がちっちゃいほど大きいですね。書いてあるとおりにどん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 上げていって、高い音がいつも出てるぐらいが出続けるんであれば、どんどんどんサイズを上げていってほしい。で、まあ、最終ゴールが1ハーフシーっていうマウスピースまで上げれたら、まあ、ほとんどの場合は素晴らしいって言われているそうです。これ N 教の長谷川先生っていう首席の先生から聞いてます。で、なんか肉厚は分かんないですけど、偶数数字は使わない方がいい。2C、4C は使うな。なんかちょっと違うそうです。で、ホルンなんですけれども、この口径 17.5mm っていうのが基本のサイズです。基本。これよりも上げるっていうのはとても、中学生、高校生の数値は危ないから。17.5mm を基本にして、その、まあ、ちょっと下から17.5mm、 大体学校についてる山のマウスピースの 16mm ちょっとです。ごい小さいので、ぜひ 17.5mm っていうサイズを最初から使うと、音が出しやすくなるかなと思います。こんな感じかな。まあ、その他もこう書いてあるような感じですよね。そうですね、仕掛けは、まあ、このぐらいを使えばいいっていうのを大体上げておきました。うん、はい、まあ、もちろんイメージがあるけれども、基本をこういうところで取っておくと、はい、まあ、いろんなところに行きやすかったりとか、対応しやすいホルンで、この後ろにかけて口が開いてしまう場合っていうのは、先ほど言ったことなんですが、上唇が出てしまっている生徒たまにいるんですけど、そしてそういう子は大きいマウスピース使えても音が出ないので、思い切ってちっちゃいマウスピースを当てたってしまうっていうので、こうシルキーの、この辺はちょっと小さいんですけど、まあ、まあ、仕方なくこれで音出させようかなっていうのが、いう場合ですね。はい、こういうこのマウスピースだと大体になります。まあ、指導されている方も、まあ、これから、あ、今やっている人も、これからやっていこうと思っている方も、こういったところからアプローチしていくと、楽器の扱いが楽になる。そうですね。まあ、一番、まあ、最初に入り口が一番これ大事かなと思いますね。うん、まあ、こういう年間計画だったりとか、具体的な、まあ、こう楽器の特性、うん、
楽というものに携わっていくと思うんですけども、はい、コンクールを、まあ、今回の全国大会というのはベースになりますけど、はい、コンクールを受ける上で、まあ、大切なことというか、うん、なんか大切にされていることというのは大切にされていること、はい、そうですね、なんだろう、こう大きくは言えないけど、これ一番大事なのは音楽なので、まあ、書こう書かないっていう問題はもちろん頭に及びますが、先ほど言ったその練習の延長ですが、これも音楽を最後まで最後まで突き詰めていくということで、まずここに一つ目標でやってますね、はい、じゃあこの実際にコンクール、まあ、受けてる人もいると思うんですけど、まあ、例えば本番を迎える、まあ、この直前ですね、リハーサル室、はいはいはい、本番前に先生がこう気をつけているとか、はいはい、取り組まれていることっていうのはありますか？本番前のリハーサルに関しては、まあ、その台の生徒によってどういうカラーとかで多少違いましたので、まあ、その台に合わせて、まあ、慌てちゃうんだったらちょっとびっくり時間を使わないようにして、でもう一個僕の経験でみんなに言ったのが、緊張してくるわけじゃないですか。緊張してきたって絶対口に出さないっていうのをこう教えてます。僕は、オーケストラでお世話になった時にこうステージに入りますので、その時にこう隣の人にホルンの方に、大先輩の素晴らしい先輩に、ああ緊張してきたってこうポロって言っちゃったんですね。そしたらその終わったその日の夜の飲み会で、お前さ全員緊張してるんだ、お前だけじゃねえんだ、甘えんだ、すごい怒られたんです、ね。まあ、確かにそうだと、何や、ね、俺年下だからってなんか甘えちゃってるんだ思って、緊張ってやっぱ伝染するじゃないですか、ね、お化け屋敷のことだけど、わーってなんかわけわかんないけど、わーって怖くなっちゃったりするんで、うん、そういうのは絶対人と戦わずに自分で勝利する、緊張は自分で解決するっていうことをトレーニングで考えます、ね。その楽器の演奏だけじゃなくて、うん、そのメンタル的なところを、はい、そうですね、ちょっと落ち着いてお願いしなさいっていうこと、うん、なんかインタビューの中で、その追い込まないことっていうのがワードであって、でこれ結構あるあるだなって思ったんですね。これなんかちょっと僕から言っちゃっていいですか、はい、これ本当にあると思うんですけど、例えばお客さんを感動させたいとか、あと自分たちの演奏をいいって思ってもらいたい、これすごい子供たちよく言うの聞くんですけど、言いますね、これって丸本先生から、うん、それは関係ないよって言って、お客さんを感動させるたい、じゃあどうすればって方法がないんですよね。なので、分かんないから一生懸命練習するしか、感動するからして、分かんないから練習するしかっていうことを、その音楽じゃないことを目標にし、なるべくしないように、はい、そうですね、メンタル的にも自分をそういったことで追い込まない、そうですね、内容を本番前に作る、そうですね、はい、やってきたことを出すだけ、一生懸命出すだけ、まあ、そういった、まあ、計画だったり具体的な練習だったりメンタルトレーニングを、まあ、経て、大会に挑んでいくわけなんですけれども、まあ、今日せっかくなんで、西関東大会に、昨年出られて、でこれが全国大会につながったっていう演奏を、今日特別に持ってきていただいたので、はい、ここで皆さんで先ほど言ったあのリアルジョスターズの曲で、今日実はあのワイドブレピーの皆様に同じ譜面で演奏していただくんですが、英雄の生涯という曲でして、リアルジョスターズが英雄というのは自分のことなんですけど、自分の生涯を一つの作品にして、敵と戦ったり、妻と出会ったり、こうやって一つの物語を、公共シーンとして作曲した作品ですね。それはこう、まあ30分あるんですよ、この何人も来てきて、はい、じゃあそれをぜひ、はい、皆さんで太鼓鑑賞いただきたいと思います。
Thank you.
ました。本当に素晴らしいですね。中学生とは思えないですよ、本当に。実はこの面が半年後くらいにポスターミュージックというところから出版しますので、ぜひともよろしくお願いします。25人編成と、これ52人編成、両方出ますので、よろしくお願いします。今日は特別に YWP の公演で、はい、これを半分に減らした25人バージョンで演奏していただきます。まだまだ本当にお話を伺っていたいんですけれども、時間になってしまいましたので、はい、最後に1人だけ僕から伺いたいんですが、はい、松本先生、この全国大会を経験されて、感じられたこと、はい、また全国大会への道っていうのは、松本先生にとってどんなものでしょうか。こう質問が立派すぎて、ちょっと答えにくいですね。そうですね、僕が、最後の年っていうのは、顧問先生があまり大学の顧問先生に変わられて、あまりうまくいかなくて、僕本当に一人でやったんですね、4月から大会まで。で、そのやっていく中で、やっぱりこう、先ほどから言っていた音楽だけでは、やっぱりうまくいかなくて、音楽の面と、子どもたちへのこうなんかサポートというんですか、人としてこう接しないと、やっぱりうまくてできないなっていうのをすごく感じましたね。やっぱりこの吹奏楽の学校の行事の中で吹奏楽もやっていくってことは両方やっぱり必要じゃないかなと思いました。で、僕もすごい本当に勉強になりまして、実は、指導の面はまあ置いといて、こう生徒指導の部分でもう少しなんか自分の足しになればいいかなと思って、実は今教員免許を通信で取ってます、勉強してるんです。お恥ずかしながら43ですが。まあ、なんかこう、すべてこう、なんか足しになればいいかなと思って、はい、自分の、はい、一つ材料にしようかなと思います。で、まあ、大きく全国大会の道となりますが、まあ、イコールやっぱり音楽。で、音楽っていうのはやっぱり自分の内面の表現、自己表現だと思うんですけれども、まあ、僕にとってこれってことは、やっぱり自分が今まで習ってきたことを、みんなと共有していく。これいいよ、こういうこと習ったらこうでいいよっていうことを共有するっていうことと、まあ、さっき言ったこの人としてこう真ん中生徒指導の部分でみんなと一緒に学校音楽を作っていくっていうのを全て含めて、まあ、音楽かなと思ってが推定2代目の道かなと思ってというふうに考えたんですけど、いかがですか。いや、ありがとうございます。いや、本当に貴重なお話を聞けて、僕もすごく勉強になりましたし、これからもまた、頑張ろうと今思いました。本当に今日はお時間割いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。皆様、いかがでしたでしょうか。気合とかやるきっかけではなく、こう理論的で的確な星野のコツなんかを伺えて、私も一演奏者、指導者としてとても刺激を受けました。何よりもこのお二人の音楽に対する情熱と、そして指導に対する情熱を感じていただけたらなと思っております。お二人の先生、今日は本当にありがとうございました。先生による全国大会への道を終了とさせていただきます。なお、お出口にてアンケートを回収しておりますので、ご協力のほどお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。